どうも皆さん、こんにちは、ケインです。本日もですね、スーパーファミコン版学校であった怖い話をプレイしていきたいと思うんですけども、ですね、特定の条件を満たせば、結構カオスな第7話が体験できるっていう情報を手に入れましたので、その条件を満たすためにちょっとプレイ進めまして、その条件する2つぐらい手前まで到着しました。まあ条件といっても、この新藤誠さんの話を最後に聞くっていうだけだったんですけども、一応5人の話は聞いて、これから新藤誠さんが6人目の話でしてくれるっていうところからプレイしていきたいと思います。とっておきの話を用意してきたって、ありがたいですね。図書室。まあ別にどっちでもないにしましょうか。何が評判なんですよね。その辺の図書館並みに本を揃ってると相当ですよ。昔どっかの外国のお依頼さんの息子が通ってたらしく、わけのわからない高そうな本を山のように寄贈してくれたと。寄付金もらった方がよっぽど嬉しかったんだろうけど。ほう。呪われた本。ああ。おお、準備いいですね。行きましょう。まあそうですよね。初見の方が面白いのは事実ですからね。古代文字。まあまあ話を広げていきましょう。歌を歌え。歌姫の呪い。ほう。うん。うん。ほう。なるほど。まあそれはありますよ。俺がもらう。いや、試しましょう。お、本当だ。
おー、すごいっすね。なんだそれ、自分の頭を自分の壁に叩きつけている、何度も何度も。うわー、頭が痛い。私は一体。おー、危ないっすねー。殴られてる？ほうほうほう。お、なるほどなるほど。後ろからいきなり殴られて、しかも。ではセーブしましょう。こっからが本題というわけですね。後ろから殴られたんだ。体が動かない。手足が縛られてるよ。手足が縛られてる。眩しい。ほう。荒縄で手足をくりつけられていた。日野さん。おお。ひゃはは、笑ってますね。誰が話をしようと6話目を話す奴はお前を図書室に連れて行く。そしてあそこでお前を殴って復讐を開始する予定だったんだよ。復讐って何だと。お前のために開かれたもの。お前に復讐するために申し上げた特別の裁判。判決を申し渡す日野さんが見てあげた。そして死刑、異議なし、異議なし、異議なし。例のものをここへ。何か硬いものを滑り込ませた。カプセル飲み込んでしまった。毒、毒。 すぐに死なない。5時間、随分あれですね、溶けるのが遅いカプセルですね。黄色い液体に入ったガラスの小瓶、解毒剤のアンプル、これを時間内に飲めばカプセルに入った毒が中和されるんだ。いや、欲しいでしょ。欲しいじゃないだろ、いただけませんか、日野様。そう言ってみろ。 まあ、ここはへりくだっていきましょう。舐めてみろ。 いやー、もう一回、
決めたらどんどんやりましょう。靴を舐めてあげる、舐めてやがる。泣いているぜこいつ。私のも舐めてもらおうかなって。全員の靴を舐めてもらおうじゃないの。じゃあ順番に舐めていきましょう。この学校のどこかに隠してあった。制限時間5時間、もう4時間半。隠してある場所は俺しか知らないんだ。そしてもう一つ、絶対に学校の外には出るな。アンプルは処分すると。俺たちの復讐は始まった。我慢しましょう。解毒剤を飲むんだ。まあ好き勝手な林立ててますね。4時間30分急げ。あー、こんな感じなんですね。そうしたら、では職員室あたりから行ってみましょうか。おう、ではちょっと一個ずつ、待てよ、机から探していきましょう。掲示板を探す。ああ、とりあえず掲示板から鍵ゲットですね。場所変えましょう。さてどこへ行く。ではちょっとずつ美術室見てきましょうか。うん、あ、やっぱり鍵持ってきて正解ですね。棚を探す。後ろに誰かいる。振り向いてみましょう。風間。ここは遠慮なく行きましょう。どんどん行きましょう。聞きたいことがあるって言ってましたね。じゃあちょっと一発
ダメだ、進まないな。じゃあもっと、じゃあ話すか。あ、じゃあ頭を棚にぶつけるかな。えい。おお。殺すぞって。ほう。聞いてみましょう。2ヶ月前の雨の日のこと。僕はデートその時水たまりに通っを通ったお前に水をかけ、引っ掛けられてズボンは濡れた。謝りもしなかった。デートは台無し。まず美術室、あ、でもまだ探してる途中でしたよね。なんもないか。工具だな。お、武器はゲットですね。準備室。お。なるほど。この辺はもう良さげですね。次、移動しましょう。